「日本語コンテペイ」日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト今日は「ものの価値」についてはい皆さんこんにちは「日本語コンテペイ」の時間です今日もですね 20, 20分ぐらいの間ですね にににににとこうなりましたね。にににに20分ぐらいの間ですね。えー、自然な日本語を聞いてほしいと思って、マイクの前に、えー、座っています、ね。立ってないです。座ってます。ね、マイクを用意して、ね、マイク、ね、マイクロフォンですね。マイクを用意して、パソコンを開いて。 パソコンを開いてねまあパソコンといっても僕は MacBook Air を使ってますね MacBook Air を開いて、えー、ガレージバンド、ね、を起動させて、ね、ガレージバンドを使ってますね僕はガレージバンドを使ってこれを録音していますねでまあそれだけねそうやってあとは、えー、この横にはミントティー、ね、ミントティーを置いて、ね、ミントティーを飲みながら 今日日もですす。ね、日本語コンテペを撮っています皆さんはどうですか皆さんは何をしながら今ですね何をしながらこの日本語コンテッペを聞いてくれていますか何を,何をしてますか本当に。料理をしてますか、ね、料理をしてますかそれとも散歩をしてますか外をね歩きながら散歩をしながらこれを聞いてますか それとも仕事をしながらね仕事をしながらこれを聞いてますかまあいろいろなね仕事があると思いますね料理をする仕事もあれば掃除をする仕事もあれば、えー、翻訳をする仕事もあれば、えー、オフィスでねまあいろいろなことをする仕事もある、ね、そういうまあもし時間がね、えー、あればその間にちょっと聞いたりとか、ね、デザインとかねしながら聞いたりとか、えー、こう少し何 まあどんななこととをしていいるかかちょっわらないですね想像でしかない、ね、想像はしますけど皆さんがねどんな仕事をしているかはわからない。わ <laughs> からないです。な何してますか皆さん仕事、ね。どんな仕事をしてますか、うん、英語を教えたりとか。英語の先生いますか意外といないのかな意外といない、うんえー、日本語に関わる仕事をしている。ね、そんな人もいるかもしれない。ね、もちろん。なんか 日本語に関わる仕事例えばねあの日本語から英語とかね日本語からフランス語とかねそういう翻訳をする仕事とかね今たくさんあると思いますよそんな仕事昔よりもたくさんあると思うまずね漫画のコンテンツこれは多い、ね、漫画コンテンツすごく多いですそしてアニメねアニメも多い、えー、あとはですねあの本 最近本が結構日本人のまあ最近といってもここ何年かですね日本人の、えー、書いた本が世界中で読まれていますね例えばコンドマリエ「近藤まりえ」マリエ「近藤まりこ」「近藤まりえ」「まりえ」かあのー、知ってますか「こんまり」とか言ってね「片付けをする本片付け」ね「片付け」というのはまあタイディングアップですよね片付けをする本部屋を片付ける。 そ,のそれについての本、ね、それがすごく売れている、ね、すごくアメリカを中心にねスペインでもすごく売れてます、ねえー、そして、えー、あとはなんか健康の本とかもたくさんありますよね健康の本、ね、健康になるべき、えー、あの一日一食でいいとかね一日で一食だけ食べる一食だけですよ例えば昼,昼ご飯だけ。 朝ごはんなしね朝ごはんは食べない昼ごはんに食べて夜も食べないうわー大変そうですね僕は無理ですね僕は無理なぜかというと僕はねあの1回で1回でたくさん食べられないんですよね1回でたくさん1回でたくさん食べるとね気持ち悪くなるんですだから僕はね少しずつ食べるんです1日ね4回とか食べます でもちょっとずつ、ね、少しずつ、つ。少しなので一日1回とか結構僕はむ難しいですね一日1回頭がクラクラしそうですねうんまあでもそういう考え方もあるとね一日1回だけ食べるっていうねそういうのを勧めている日本人の、えー、あの人はドクターですよねお医者さんがいてその人があ本を書いたでそれが世界中で売れていると。 ちょっと名前は思い出せません。ちょっと調べてみてくださいね。もし気になる人は。えー、一日一食でいいっていうね、本を日本人のドクターが書いて、それがね、世界中で売れていると。で、ここにね、共通する、共通する価値というのはですね、共通する価値というのは、あのやっぱりミニマリズムだと思いますね。ミニマリズム、ね。ミニマリストな生き方。ね。えー、近藤麻理恵さんも、 あのやっぱり物を減らしましょうねものを減らしてそんなにねたくさんはいらない、ね、たくさんはいらないけど少しのもの、ね、少しのもの自分の本当に好きなもので、えー、物だけで生活しましょうと例えばマグカップがね10個もいらないでしょ10個も、えー、10個もいらないだから本当に自分が好きなマグカップを1つとかねあの2つとか。 それぐらいにしましょうと、まあそういう考え方そしてまあその食べる方食べる方の先生も、まあ、たくさんたくさんね一日本当に3回4回スナックも入れたら5回6回ねそして量もですねもう L, L サイズみたいなねもうなんかもうファストフードの L サイズみたいなね XL とかねもうそんなに たくさんたくさんたくさん食べてそしてまたジムに行ってたくさん運動してもうね全てをたくさんたくさんたくさんエネルギーたくさんカロリーをね、えー、食べて摂取してでたくさんカロリーを消費するようなライフスタイルは疲れませんかと、まあ、そういうことだと思いますそういうアンチテーズだと思います。でそれよりは少ない量を食べてね 少ないエネルギーを使って、まあ、ミ,ニマミニマムにねミニマムに生活をする、ね、そういう、まあ、日本人に結構、まあ、日本人なら、まあ、分かる価値観っていうのがねそこにはあるんですよね。で世界の人たちもそれを少しずつですね、えー、いいなと、ね、ちょっと共感共感してくれるああそういう考え方いいな いいなっていうのは共感っていうことですねあ、僕もそういう考え方いいと思うな、ね、共感だったり、えー、同意、ね、賛同、ねえー、アグリーメントっていうかねでもどちらかというと共感ですよねなんかエン,んエンパシーエンパシーとちょっと違うか、うん、共感ってなんていうかな共感っていうのはあ僕もいいなそれいいなっていうふうにね感じてくれるっていうことですね でそういう人が増えてきたっていうことですね。やっぱり疲れるんですよ。このマテリアリスティックなね世界は。すごく疲れる。たくさんねものがあってものにあふれてすごく疲れるんですよ。ものがたくさんあるだけで疲れるようになってしまう、ね。情報もそうですね。インフォメーションですね。情報もそうです。情報が多い。もう多すぎてね疲れるんですよ。皆さんそんなことないあの,、Facebook、の友達 なんか5000人とかいる人いるでしょう。あ、疲れるでしょうね。ツイッター何、何万人とかね。僕はそんなにいらない。本当友達なんて、本当に、もうほ10人も、10人でも多いでしょう。多分ね。で、本当の、本当の友達なんて多分ね、2人ぐらいいたら素晴らしいですね。まあ1人いたら本当に素晴らしい。 っっていいうのがやっぱり難しいんですよ本当の友達が一人いるってすごく難しい本当に僕もわからない僕も本当に本当の友達って多分ね悲しい話ゼロかもしれないいや本当にあのもちろん大学生の時とかはねいましたけど今はやっぱり難しいですよね本当の友達っていうと難しい難しいですよでもまあ 結構仲がいい人とかねそれぐらいの人だったらまあ5人ぐらいはいるかなうんであとはあとはまああの、まあ、生徒さんも含めてですねすごくいい関係の人いい人間関係を築けている人、ね、そういう人を含めればまあ、まあ、あと10人とかはいるかなうんプラス10人とか。 すごくいい人間関係、うん、まあ全ての人を含めても、まあ、50人はいかないですね30人ぐらいですねそれでも本当五50人はいかないな50人はいかないですねまあ50人ぐらい、うん、でも100人なんてもう,あもうありえない話ですよ本当にに、ね、だから本当にクオリティですよねクオリティがクオンティティより大切だと僕は思います本当に本当に思う。 本当にたくさんねたくさんたくさんっていうよりはやはり少ないものでもやっぱりクオリティをね求めていった方がいいと僕は思います僕はそう思う皆さんどう思いますか、ね、で物の価値っていうのは僕はそっちの方があの結果としてですね結果として人生が豊かになると思いますね人生が豊かになる、ね、人生が豊かになるどういうことですか ま、豊かっていうのはね、まあ、あの、豊かな人。例えばリッチとか言いますね。で、人生が豊かになるっていうことは、こう、エンリッチするっていうことですね。人生がリッチになる。これはお金がたくさんあるということではなく、まあ、ハピネスですよね。幸せさ。幸せさが増す。これは、やはりですね、クオリティの高い生活を送っている。で、クオリティの高い生活は人によって違うんですよね。人によって違います。で、僕にとってのクオリティ、 の高いね、物の価値が高い、ね、価値の高い生活っていうのを今日はですね少し紹介してみたいと思いますね話してみたいと思います僕のニュークオリティの高い生活というのはですねやはり余裕があること余裕がある、ね、余裕余裕があるってどういうことですよスペースがあるっていうことですねやはりあのまあ部屋の中に、えー、十分なスペースがある で、このスペースというのは別にね、部屋がね、部屋が狭くてもいいんです。部屋が狭くてもいい。でもね、物がね、たくさんあるというのは僕はあまり好きじゃない。好きじゃない。なんかね、混乱するんですよ。頭がね、疲れてくるんです。たくさん物があるとね、僕は嫌いなんです。僕は本当にシンプルな部屋が好き。ね、部屋もシンプル。そしていや、ライフスタイルもね、僕はシンプルな方が好きです、ね。シンプルなライフスタイルというのはどういうことかというと、 あの毎日ですね同じ時間に起きるとか、ね、同じ時間に寝るとかそっちの方が好きです、ね、なぜかというと毎日ね違う時間に起きたり毎日違う時間に、えー、寝たり、えーね寝,るね、寝たりしなければならないというのはね僕はね結構疲れると思うんですね本当にだからあのすごいと思いますねこのナイトシフトの人とかね本当に僕は僕はできない うん、僕はできないというかまあしたくない僕はしたくない僕は毎日シンプルに同じ時間に起きて、えー、同じ時間にね朝食をとってなんかこう村上春樹のね、えー、小説のキャラクターみたいな <laughs> いや本当にそう,そういう生活の方が僕は好きですね毎日同じ時間に起きて、ね、毎日同じものを食べて大、ね、体同じです朝食べるものは大体同じ本当に卵とパン とコーヒーヒこれが僕はいつも,、えー、もうほとんど毎日、ね、卵一つそしてパンちょっと、ね、パン少しだけです本当に本当に少しだけあんまり好きじゃないんですねパンだからあまりたくさん食べない本当にちょっとだけ本当にちょっとだけ、ね、僕の子供とかねたくさん食べますけど僕は本当にちょっとだけですであとコーヒー、ね、それだけで生活もですねあ,のあまり あまりこう、あまりこう、毎日、毎日違うことをするのは好きではないですね。だから本当にあの、レッスンとかね、向いてますよね。日本語のレッスン。ね、毎週毎週同じ人とレッスンをする。ね、これは僕にとってはね、すごくあの嬉しいことです。毎日毎日違う人と出会うっていうのはね、僕はちょっと疲れるな。ちょっと疲れる。うん。毎日ですよ。毎日。例えば、 あのスーパーマーケットで働くとね毎日毎日もういろんな人が来ますよねたくさんの人がね僕はそれは疲れると思いますねまあでもスーパーによるかなスーパーによりますかねあの毎回同じような人が来るスーパーもありますかね僕はそっちの方が好きですね毎回同じような人とね、えー、でもオフィスはねちょっと疲れそうですね <laughs> どうですか本当に同じ人と毎日毎日ね仕事をするってどうですか楽しいですか僕はわからないね僕は経験したことないです シンプルに生きるで人間関係もそうですね人間関係もねあのシンプルに、ね、友達もそんなにたくさんはいらないですそんなにたくさんはいらないね何人かでねこういいです、えー、恋人、ね、奥さんも一人でいいですねもう4人とか奥さんがいたらもう、まあ、どうなのかな、まあ。多分楽しい くはないですよ、ね、<laughs> 多分多分楽しくはないと思います。4人も奥さんいたらすごい疲れるでしょ人間ですからもちろんいろいろあるでしょいろいろな、あのー、気持ちがねで出てくると思います。だから疲れると思います、すごくね。本当に。子供もね、一人で、僕は一人でいいですあの。もちろん子供がね、たくさんいた方がいいっていう人を批判しているわけではないです。ね、それぞれでいい。僕は一人でいい。 この <laughs> まあなぜかというともうなぜかというとというとあれですけどなぜかというとシンプルだからね一人の方が <laughs> まあ僕は兄弟いましたけど、ね、今でもいるんですが姉が今お姉ちゃんいますけど別にねあの一人っ子の友達、ね、一人っ子の友達であの全然その問題があるとは思,思,い思えません本当に一人っ子でも 一人っ子でもすごくいい人もいるしねすごく悪い悪い人もいるしあの兄弟がたくさんいてもすごくいい人もいるしねすごく悪い人もいるしこれは関係ないですよねうんこれは本当に関係ない、ねえー、いい人か悪い人かはあまり関係ないです、ね、いい人生か悪い人生かに兄弟がいるいないは関係ない僕は関係ないと思う本当に あの本当にすごくねいい一人っ子もたくさん知ってるから僕の,あの仲がいい友達一人っ子いますよたくさんいますでも全然何問題があるとは思えないです、ね、えっ、ー、とものの価値ですねでマグカップも一つでいい、ね、僕はマグカップは一つしか持ってないですジー、ね、パンは3つぐらいかなジーパンは3つ持ってますねでもジーパン以外はかないほとんどはかない、ね、ジャケットも2着かなコートは2つ ものは少ないです、ね。シャツも3枚ぐらいしかない、ね。T シャツはたくさん持ってます。T シャツはたくさんあります。でもね、全部同じ色、白か黒。<laughs> 僕は白か黒の T シャツしか持ってない。しかもあの同じ同じ T シャツをたくさん持ってますね。ユニクロの <laughs> ユニクロの T シャツですね。ユニクロの T シャツね、全部黒。あとは全部白。ね、ロゴとか何もない。ね、シンプルな生活。 でなぜかというとやっぱりね、うんやっぱりそうですねえー、物の価値ですよやっぱり価値価値というのがね少ない方が物の価値が高まるような気がするんですよね物が少ない方が、えー、一つ一つのね価値が上がるまあもちろんユニクロの T シャツは別にそんなにね、えーまあ、僕にとって大切ではないんですけど例えばマグカップ ね、僕の好きなマグカップはあの1つでいいんです本当に1つだからこそ1つだからこそ毎日使えるんですね毎日使えるで毎日嬉しい、うん、ねだからたくさんあるとですねその一つ一つの価値が少しね薄くなるような気がするんですねで皆さんもですねあのそうやってあの人と接してみたらいいと思います 本当にあの少ない人を、ね、大事にするっていうことが人生を、ね、より豊かにするような気がします、えーまあ。例えばこういう人もいるんですよ。例えばねあの、日本語、僕はね、日本語を教えている、日本語を教えていて、で多分僕だけじゃなくて、いろんな先生からね、日本語を学んでいる人もいると思います。例例ええばば、ね、先生人人ぐらいをもうたまに、ね、1人ずつ、ね例えば 本当に毎回,、ね、回、1回ずつ,回ずつ、ねえー、レッスンを受けるで。この先生と1回レッスンを受けたらもう,もう終わりで次の。次の週は別の先生、ね。こうやって毎回毎回、ね、先生を変えていく、あのー、人っていると思うんです。でこれはねいいです、別に。いいですよ、自由なんでいいけど、いいけどあの必ずねうんこう、毎週毎週。 同じ人と、えー、話す話してその到達できるそういう人と到達できる人間関係の深さ、ね、深さ深さには絶対に行くことはないですだからちょっとかわいそうな気もしまする、ね、僕はちょっとかわいそうな気がしますなぜかというとやっぱりねこの人間関係とか、ね、人間同士のねそういう深さ深さの方が僕は大事だと思うんですよ広さよりね深く狭く ね、深く広くはね結構難しいです、ね、でも、あのー、それって本当に大事だと思います僕は大事だと思う、ね、だから、えー、皆さんもですねす深くね深くも、えー、とか人、ね、の価値を高めていくような、ね、そういう人生を目指すといいんじゃないのかちょっと今日難しかったですかどうですかでも、あのー、すごく大事なことだと思いますねすごく大事なこと。 えー、価値ね物とか人ねそういう、えー、深くね深く付き合っていこうと深く付き合っていきましょうね物と付き合うって変な言い方ですけどでも物とね長く、あのー、長く時間を使うということですね一つの自分が好きなものとかね自分が好きな人と、ね、それではまた皆さん「ちゃうちゃうアスタルエゴー